ソーセージが美味しい。全然ね、遅くまで忙しかったわけじゃないよ。帰ってきたのは早かったけど、ちょっとねバタバタっといろいろしてたんです。そう、なんかいろいろあるなと思いながら。はい、あ、気管に入った。大丈夫。ね、なんかね、バイトって難しいね。本当に。別に難しいわけでもないんですけど、なんかいろいろ考え方があって、なんかすごいあれやな、わかんない。ずっとさ AKB にいたじゃん。でまあバイト経験もどっちかって言ったらさ遅い方じゃん。ちゃんちゃん石川おでんなのかな。いや普通のおでんです。多分普通のおでんです。普通にコンビニ、いやコンビニで売ってるやつではないんですよ。コンビニで売ってるやつではないですけど、マミが作ってくれたやつですけど、なんかそのラインナップとしてはコンビニで売ってるやつとあんまり変わんない、なんか定番の感じの、全然あの私はあの好きですよ、マミのおでん美味しい。今日はね、特にソーセージが好きでした。ソーセージってね、なんか煮るとさ、すごいジューシーになって、まあまあ。からしはつけないかな。何回かつけてたことあったんだけど、ない方がなんかしっくりきた。
そうで、さっきの続きね、なんかね、なんかまあずっと AKB やってきたじゃん。でバイト経験も比較的遅かった遅い方じゃん多分、二十歳っていうのは。そうだから世間を知らなかったそう世間を知らなかった、うん、といろいろあるなと思って。もちろんね、私のその AKB48 っていう芸能活動のお仕事は普通にね、普通の人では味わえないね、また違った経験で、そう、そっちもねやっぱり他の人には知らないこともきっとあったと思うんですけど、私はだからずっとそっちにいたから、じゃあいざ普通に働こうってなったらまたいろいろあるなと思って、うん、でさ、まあバイトの子がさ仲良くなって子が辞めるっていうこと、まあバイトってさきっとそういうのあるじゃん普通に、うん、今までもあったんだけど、そう仲良くなった子が辞めちゃった、なんかやっぱりさ、なんだろうなんか AKB でさ、でもやっぱり卒業発表してで見送ってっていうのがあるじゃん、そのくらいの寂しさがあるんだけどなんだろう、私がさなんかそういうなんか感傷に浸るという なんだろう、そのとこになんか気持ちを持っていきすぎなのか分かんないけど、なんか誰か一人一人辞めていくたびになんかいてほしいなってやっぱり思うし、寂しいな、なんで辞めちゃうのそうってなるんですよ本当に。いやマジ涙出そうなくらい悲しくなるの。なんかさ別さそういう気持ちを持つことはさ悪いことじゃないとは思ってるんだけど、うん、でもなんかそうでも本当にでもマジでちょっと中身が全然違うの分かってるんだけど、でもそのくらい本当に寂しくなる、なんかマジでそのレベルで私は寂しくなる、なんか別れが、うん、ね、分かってくれる人いない？なんだろう、仲良くなればなるほど、まあなんか特に私が働いてるお店なんかそんななんか大人数でやってるところではなくて、まあ、少人数どっちかって言ったらね、まあ、少人数で、まあ、みんなと顔見知り顔知ってるしみたいな、そうって感じで結構ねなんか仲良く、結構私まんべんなくみんなと仲良く慣れたんですよ。そうもちろんねその年上の人もいるから、まあ、多少そこで多少の距離はあったりはするけど結構仲良くなったから、辞めるってなるとさなんか本当になんかマジなんか本当に悲しくて、なんだろうね寂しいなって、うん、そうそうそう、もちろんさ、あ私はまだや、うん、まあ迷ったりはするけどまだ迷ってますよ、
そうそうそう、結構本当にまあ出入りは多いし、まあね、入ってきた子がすぐ辞めちゃったりとかは、私がねバイトしてる中でもまあまあまあ、なんかあって、何回か普通にあって、そう。でもそう、学生さんだと例えばまあ就職しますだとか、学校のまあこう優先しますとか、結構いろんな事情に辞めていく子もいますし、で学校忙しくて勉強ができないからとか、そう。でもね、なんか寂しいなってなる。辞めるかまだ迷ってるあれ言ったよね、昨日言ったっけ、いろいろあってね、辞めたくなって、あれ言ったっけ、言ったよね、確か言ったよね。そうそうそう、数年一緒にした人はもっとじゃん。私はまあまあバイト始めてもまだ5ヶ月とかだから、もうそんな言うほどめっちゃ長かったわけでもないんですよ。うん、それでもなんかやっぱり寂しくていなくなってほしくないなとかあるし、言ってた気する。そう、バイト辞めたいなって、いろいろあるんですいろいろあるんです。そう、でも私が辞めることで、まあ、もちろんそんな人数も多くないから、私が結構シフト入ってる分、もちろん空きはするし、それによってもちろんね、他の人に迷惑かけるのも嫌だなっていうのもあるし、分かんない、私が抜けたところで別に大したことないかもしれないけど、それはまあ分かんないけど、そうそうそう、え、それは割ったな、割ってない、うん、あ、割ってない、ありがとう、割ったお水お水、はい、どうぞ、お水、お水、はい、どうぞ、え、本当にお水、お水、はい、お水、絶対違うな、うん、ありがとうございますありがとうございますそう、せっかくなれたのにもったいないね。でもいろいろあったもんね、泣きながら電話かけてね、仕事中なのにごめんねそう、仕事中なのに、そう、私がね、私がだよ、マミは休みだったんですよ、そう、私が仕事中なのにもう無理だと思って、そのもちろんあの仕事め真っ只中の忙しいタイミングで急に電話しだしたとかではないんだよ。そう、なんか空き時間を見て、でもなんかいろいろ考えたら、もう私はもう限界だよと思って、そう、別に働きすぎとかではないですよ、あの職場関係も別に悪いわけではないけど、ちょっとね、いろいろやっぱりあるじゃないですか。そう、その中でなんか、うわ、もう本当にもう無理だよ、限界ってなったの。そう、もう本当にもうこのここではやっていけんって思う何かがあったんですそうそうなんです、あってやめたいって思ったんだけど、今ねこんだけ仕事入れてもらってるから、そんだけ仕事まず入れてくれる職場がそんなにないよねっていう、そう、シフトこんなに入れてくれるところないよねっていうのと、まあ、新しい人間関係作るのが嫌だよねっていうのと、うん、怖いよねっていう、この私のチキンな心と、うん、やっぱりなんか迷惑かけたくないし、その職場にね。でもちろん職場の人が嫌いなわけじゃないから、みんな好きだから、やっぱり離れたくないなっていう気持ちと、いろいろあってね。だから今のところはまあ、どうしようって感じ。でもちょっと伝えたんです、だからそれを、私は仲いい人に、そう、すいませんって、辞めるかもしれない、ごめんなさい、今の気持ちとしては辞めたいんですけど、そう、だから辞めるかもしれないみたいな話はしたんですよ。
だから私の気持ちは分かってくれてるはずなんです。そうで、かそれからまあだから別にすごいもうめっちゃ引き止めるとかでもないし、それ自分で決めたんならそれでいいよって言ってくれる人に言ったから、言ったよ言った言った、それだけあの関係性ができてるから仲いい人だから、そうすいません、そうこうこうこうでやめたいんですよみたいな、ちょっと頭にそういう気持ちがあって、それでさなんか何も言ってないのに急にやめるのもあれじゃん。そうだからすいませんっていう話をちょっとしても、もちろんそこからね、まあ、もし決まったら教えてって感じだと思うし、そっかどうしようかななんだけど、結局私がね自分でどうするかをね決めるものだから、お27歳おめでとうございます、ハッピーバースデーゆうさん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイディアユーさん、ハッピーバースデイトゥーユー、セルチュッカーハンミダー、韓国語でしたね。みんなはでも どうするの、言わないタイプ？もちろんさ、私はさ そこまで人間関係できてたからこう思ってるんですよ今。そうでシフトの子とかもだからちょっと迷惑をかけちゃうかもしれない、すいませんっていう話をしたけど、みんなは言わない派？言わないタイプ？言わない方がいいのかな、どうなんだろう。そうでそう辞めた時に次に行くのが本当にしんどい、合うかわからない。もちろんさたくさん行った中であここの職場合うなとかはやっぱりあると思うけど、いやそれが全部私の条件に合うかって言われるとそうじゃないと思うし、 まずピアス OK のところがないそうない、でまあシフトそこまで入れるかわからない、バラすやついるかあんまり言わない、本当いやあんまり いないからなバラす人バレてもあんまり気にしない、まあ、考えてますよ、やめますって言ったわけじゃないから。そうなんか急になんか言って困らせちゃうよりは、あこの子は今こういう気持ちを持ってるんだなってね伝え、そう伝えといた方がいいかなと思って、だからあれだよね、だからその人間関係とか例えばその職場にどういう人がいてとかによってね変わるよね。そんな簡単にやめられない、それは場所によるんじゃないですか。もちろんなんかその本当に会社員とかだったらそれは簡単にやめられないんじゃないかなと思う、もちろんその流れがあって。正直でもなんかバイトだからって言うとあれだけど、バイトじゃないですか。そうだから前もって言えばいいかなと思うし、もちろんさ急にさまあなんかいろいろ事情はあると思うけど、急になんかまあ来なくなったってやっぱりそれはさちょっと困るなとはなるかもしれんけど、でもう辞めますって言って辞める、そう辞めるんならいいんじゃないか。まあ、バイトだからねバイトだから、もう正直仕事の引き継ぎとかがあるかって言われたらそうでもないやん、そういうバイトは多分そこまでの、はい、まあもちろんね急に来なくなった人にもいろいろ事情はあると思う、もちろんそれは本当に、例えば本当に体調が悪くて気持ち的にもういけないんだ、そうで辞めたかずっと辞めたいっていう気持ちを伝えてたけど、そう辞めさせてもらえなかったとか、いろいろあるね。
うん、難しい。まあ少人数のところではまああったりするよ。ネックレス可愛いでしょ。ピョンさんからもらったやつ最近ずっとつけてるの。ね、まあそう人間関係次第だよね。これに関してはマジで。うん、ね、やっぱりね、別れって寂しいね。分かんない、私がなんか感傷的になりすぎなのかな。なんかもっとフラットな人はフラットじゃん。なんか、あ、そうなんだ、うん、分かったよ、まあ次でも頑張ってねみたいな感じの人もいるじゃん。でも私さ、すごいさ、言われるとなんでやめちゃうの、寂しいじゃん、いなくならないでよってなっちゃうんですよそう、そこまでになる。顔赤、今日顔赤いね。別酔ってないよ、大丈夫。なんだろう、私がなんかなりすぎなのかな。嫌なことがあって酒飲んでるみたい。嫌なことがなかったわけではないっす嫌なことがなかったわけではないから何とも言えない。おかわり、多分マミーダメって言うからしないでおく。一目で欲しかった。いや別に、なんかそれも私がなんかその意思を伝えた時に、まあ、別に引き止められはしなかったんですよ。別にそれが自分で決めたことなら僕あの引き止めないよっていう話を、全然あの止めないしいいよっていう話をしてくれたの、相手はね。そう、それはだからその私のなんていうの、性格を知ってのことだし、まあ仲いいからさ、性格を知ってのことだし、そうだ、私がなんで辞めたいかっていうのを知ってるから、そうなんでそう思ったのかを一番分かってる人だから、うん、別に引き止めてほしいわけではない。だからお酒ですよ。フルーツ焼酎、アセロラの、あの今月のアセロラです。ロック、こんばんはっていうね。なんかすっごい真面目な話しちゃって、ちょっとごめんね。本当に最近本当にね、立て続けでさ、バイトでちょっといろいろありすぎてごめん、すっごい真面目な話しちゃってるけど本当にごめんなさい。うん、なんかな、本当にいろんな人いる、本当にいろんな人いる、マジでいろんな人いる。なんか難しいね。だからピエンピエンとか古いよ。本当はね、なんか全部ぶちまけたいくらい愚痴りたい時もあるんですけど、まあもちろんそれはあんまり良くないので、はい、本当に古いですよ。ピエンは、ピエン超古いよ。今言ってたらね、あ、おばさんだなってなるよごめんね、別におばさん扱いしてるわけじゃないけど、そう、え、古くない、これ TT じゃない
あーマイティーティー、うん、つかないふりやめてやめて、あーマイティーティー、いいんじゃない、ぶちまけても、いや絶対ダメ、やばい、本当にやばいと思う。もちろんさ、私もさ人間だからさ、愚痴も生まれるし、嫌なことは嫌だし、ムカつくときは本当にムカつくし、私もね、あの寛大な心を持ってるわけじゃないので、どっちかっていうと私短気なので、すっごい切れたくなるときってあるんですよ、あのバイト中でもね、もう納得いかないみたいな、それはもうな、私は納得できないみたいな、なんでってなるときは全然あって、それをねぶちまけちゃうとね、いろいろやばいと思うからやめます。本当に、あ、平野ひかるはせっかちです、本当にせっかちです。あ、でもね最近ね最近ね、なんか睡眠時間確保のしたさに、あのせっかちじゃなくなったというか、なんかめっちゃのんびりというか、いつもならなんか私が先に準備を終わって、なんか仕事まで送ってもらうときね、仕事家送ってもらうときに、朝車乗るときとかも、今までなら私が準備終わって、いやマミー早く、いやもう出る時間だから早くして、何してんのっていうタイプだったのに、最近マミーが先に乗ってるマミー先に乗ってて、私が、あやばい時間ギリギリだわってなって、マミーに、ごめん時間ギリギリだよってマミーいつも言うの、そう今日ごめん時間ギリギリだよ、結構気をつけてって言われるんだけど、ごめん私のせいだわと思って、そう逆になりました、本当に。だから最近せっかちじゃない、もちろん仕事とかに関しては私はあの早く早くやりたいし、早く終わらせたいし、もちろん効率とかを考えちゃうし、どうしてもそう、あこれしてる間にこれ終わらせてたらなみたいになるんだけど、そうプライベートでは本当に、友達とかと遊ぶってなったら全然そうではないし、約束とかプライベートでなんかどっか行かなきゃいけないで何時に予約取ってるとかだったらその時間守るんだけど、あの朝のね家出る時間だけはねのんびりになっちゃった、そうマジで寝たすぎてギリッギリまで寝るんですよギリッギリまでできそう、今日はもうだから本当朝配信をしようと思ってアラームかけたんだけど、あこれは今日もう寝なきゃ仕事できないと思って、そんだけ寝ても眠なかったんですけど、仕事できないと思って寝てたんですね。そう8、あのいつもまあ9時前くらいに家出るんですけど、8時までね、いつもそういつも6時に起きて、6時くらい起きて配信して、でまあ、7時半とか8時に終わって準備してなんだけど、8時過ぎとかかな起きたその間に何回か目は覚ましたんだけど、そうでのんびりのんびり降りてきてご飯食べてでももと、あーママかわいいねどうしたのって言って遊んでで最後の最後で急いで着替えて歯磨きしてメイクもせずに、とりあえずカバン荷物まとめてレッツゴーみたいな、のんびりしてた。そうごめんね、だから朝配信もねなんかしたりしなかったりだと思うんだけど、お許しください。めっちゃギリした、ほんとに。そう少しでもそう睡眠時間確保しようと精一杯で、でもねなんか桃梅と戯れる時間は欲しくて、そう遊ぶ時間遊ぶ時間はしっかり確保したくて、だから朝起きて「あらかいにおはよう」っつって遊んで、ちょっとかまって。でご飯のみーり食べて着替えはでも決まってるから、別服コーディネートねするものでもないし、
そうパパパーっと服着替えて、でそれで歯磨きして、まあ、荷物もね大体もう決まってるから大丈夫と思ったら意外と時間ないんですよ。本当にこんばんは。朝起きれなくて出社時間遅れてますが何か、いやいやいや何も覚えてないですよ。いやね朝起きれないですよね本当にね、寒いしね寝たいですよね本当に、私も寝たい。明日何時に起きよう本当一回はねちゃんとねショールームしなきゃいけない時間にごめん起きるんだよ、ちゃんと起きるんだけど、ごめん明日のもうないと思う朝配信もうこんな時間に配信始めた時点でそうないと思う。自営業なんて、あなるほどね、いいね自営業ってな、なんか大変だろうけど憧れる。ちょっとごめんね本当に、でもさ休憩時間さ寝てたんですよ、爆睡してて、あ爆睡じゃなかったごめん、うつついた。あの最近さ私さヘッドホンして寝るんですよ、寝るっていうかヘッドホンして仕事行くんですよ。それで職場着いたらまあ外してみたいな。でねなんかそのワイヤレスイヤホンも一応持ってってるんですけど最近充電してなくて充電がないんですね。でもさヘッドホンでさ寝ようと思うとさマジで寝づらくて、こうしか寝れなくて、私の寝方としてはこうなんですよ。そう休憩中の寝方としてはそうここに机があってこうやって真っ暗にして寝るんですけど、ここにヘッドホンがあることによりまあまあ寝づらい寝づらいっていうね、そういうことで出して、はい痛いんですよ。うん感じなんですけど、そうなんかねちょっとめっちゃ何回も目覚ました。でも寝れてはいるんですよ、寝れてはいるんだけど時間で言うとそうね1時間半くらいは寝たんじゃないかな。なんだけど結構ちょいちょい目覚ましてて、そう全然寝やすくない。そうだからそうあの音をねちゃんと遮断してくれるからそこはめっちゃいいんですけど、しかもねワイヤレスイヤホンもさ私片耳しか今ないんですよ。片耳なくしちゃってさ新しいの最近買わなきゃなと思いつつ、そういつもね基本的に私いつも片耳しか使わないんですよ、まあ、危ないからね。そうだからあの仕事行く時とかも片耳しか使わないから別に全然良かったんですけど、そう1個なくしたよね片耳。しかもなくしたのね4月よ確か、4月の本当あのコンサート私の一番最後のコンサート終わってからあれないなって気づいてコンサート会場のどっかで捨てたかなんかなくしたんでしょうね。寝るとよだれ出る、わかる、たまに出るたまにちょっと出ちゃうよね。ちょっとってなる。そうだからそれからねなくしてから片耳で生きてたんだけど、最近ねやっぱり片耳じゃちょっとしんどいなってなって両耳欲しいよね、新しいの買わなきゃ。何にしよう、なんかまあ白色使ってて、でもう一つねお兄ちゃんにもらったねソニーのやつがあるんですけど。ワイヤレスなんかいい感じのないかな、白か黒かよくて私で一つなんかソニーとあとなんだっけな
オーディオテクニカのをね使ってたんですけど、オーディオテクニカのそう今はだからオーディオテクニカのをメインで使ってたんですけど、それがまあ片耳なくしちゃったよねっていう。まあでもオーディオテクニカ結構好きかな私。うん、なんかデザインが可愛くて、グリーンとかもある、めっちゃ色ある。そうオーディオテクニカのホワイトを使ってました。ホワイティー、うんね、まあ1万円以内に収めたいよなっていう私の気持ち。うん、ソニー派ですか？お揃いですね、ソニー。ソニーもねすごいいいんですよ。そうソニーもめっちゃいいんですけど、なんだろう、ソニーはね私の持ってるちょっとだけ大きいんですよ、耳につけるには。そうオーディオテクニカが一番なんか私の耳には収まりがよくって、でも音はねめっちゃいいですね、やっぱりソニー。そうお兄様にね半分というかちょっと出してもらったやつですね。予算超えた分出してくれたお兄様。コマンジャカはやばいね。エアポッツは高いから買わない。エアポッツは高いですね。ちょっと目ん玉飛び出るくらい高い。私はそこまで、あのそれならヘッドホンいいやつ欲しい。ワイヤレスイヤホンっていう、まあもちろんね人それぞれの考え方がありますから。でも多いよねエアポッツ持ってる人。うん、なんか AKB の子も大体みんなエアポッツだったよ。うん、すっごい鼻声だね。ねえ、あと防水がいいなやっぱり。でホワイティがいい。ホワイトか黒がいいけど、どっちかって言ったらねホワイトが好きなんだよね。ね、また電気屋さん見てこう。ね、ちょっとだけ待ってね。今ちょっとやらなきゃいけないこと思い出して、ちょっとだけパパってやっちゃうね。すぐ終わるので。蛍光でクレームで光ってくるのないかな。あ、いいねそれ。確かにそれはいいわ。なんか夜とかさ危ないもんね。私もよく言われるんですよマミーに。夜とかたまに、まあ今はもうなくなったけど、走りに行こうとか言うと、あんたちゃんと色のある服着てきなさいよって言われます。私でもねどっちかっていうと運動服とかは黒色が多いので、いや無理だよって言うんだけど、うん、
職のタスキねつけてる人いるよね。うん、私はつけない、持ってない。あ、でも昔さ中学校の時にさ自転車乗る時用のさあの光るやつはある気がするけどちょっと恥ずかしい。こんばんは。溶けた絵の具みたいな イレギュラー、 一人じゃ何一つ気づけなかっただろう。 こんなに鮮やかな色彩に普通のことだととぼける君にが。よし、歌うたんか。今めっちゃ暑いんだけどさ、今日あれかな、なんかいろいろあっていろいろあってちょっとねあれかもしれない。どれだよって歌えるかな。僕が見つめる景色のその中に君が入ってから変わり果てた世界はいつもそつなくこなした日々の真ん中、不思議な引力に逆らえず崩れてく。 I love なんて言いかけてはやめて。 I love I love 何度も高まる愛三千と輝く姿はまるで水槽の中に飛び込んで溶けた絵の具みたいなイレギュラー、一人じゃ何一つ気づけなかっただろう。こんなに鮮やかな色彩に普通のことだととぼける君に言いかけた。 I love その続きを送らせて。ごめん、鼻声鼻声だよね。ちょっとね、めっちゃ声出しに行く。見て笑う君、れない僕がいる。美しすぎて目がくらんでしまう。今も劣等感に
に縛られて生きている。 I love I love 不格好な娘。 I love I love 手探りで見つけて。 I love Your love ほどいて絡まって。僕は繰り返してる何度も。レッバーカリが飾られた銀河、カーテンで作られた暗闇、嘆く人もいないネズミ色の街の中で。 I love その証を抱きしめて。喜びも悲しみも言葉もない想いも完全に。ごめんマジ声ちょっと止めるね。すっごい声出しづらいやめとくわ今日歌。いやマジでごめん、ほんとごめん。鼻声すっごいね、なんだろう、声出しづらい今日、すいません、中途半端でごめん、うん、鼻声ですか私今日。そう今日接客する時からねちょっと声出しづらいなーなんて思いながらね接客してたんですけど、ダメだ、想像以上に声出ない。カタクサ花粉症ですかね。ね、本当に風邪じゃなければいいんだけど。風邪はひいてない気がする。最近ですごい気になることがあってさ、私さ顎関節症にならないよねと思って、なんか食べるじゃないですか、たまにさ骨ゴリって言うんですよ。そうすごいわかんない、私の噛み癖が噛み方が悪いのか、そう顎関節症にならないといいなと思ってね。仕事行くのはしんどいね、ちょっと体調悪いかもしれない、風邪ひいたかも。そう本当にマジで、でも風邪じゃないと思うんだ。なんかそれ以外なんかさちょっとさ鼻がなんていうの、鼻声というかなんか喋りにくいな以外はそうなんもない。うん、ちょっとたまに喉がちょっとうんあるかもしれね。今日配信何時から始めた？48分？じゃあね、45分になったらねランキング行こうかな。今日1時間で、本当はね2時間くらい配信したかったんだけど、しゃあないね、しゃあないしゃあないしゃあないね。ああ明日来なければいいのにな。ねえなんかさあすごいさ明日来てほしくないからさ寝たくないんですよ。もうずっとドラマ見ながらゴロゴロしてもう何もしたくないって言ったんだっけ、痛いんだけどさ、そうだってさ寝ちゃうとさすぐ明日来ちゃうもん。そうでもねその私の意志とは反してまぶたが落ちて眠っちゃう。
酔いは回ってません、こんなんで酔いません本当に全然酔ってないから。今日はねちょっとね、何ナーバス、なんていうナーバスって言ったり、そうなってるだけ。そう、仕事行きたくないなって、しんどいなって。シャルの10周年イベント、そうすると空が明るくなるんですよ。そうなんですよ、だんだん明るくなってくるんですよ。ショールームの10周年イベントなんてあるの、何それ、普通のイベントそれ。あーこれね、わあすごい、なんかちょっとよくわからんけどいいね。でもなんか活動支援金か、なくても1日くらいならなんとかなる。本当？私無理だ。私ね本当にね、なんか最近気づいたの、食事よりもね睡眠時間の方が大切かもしれないって気づくくらいには睡眠大切だなって思ってる。マジで睡眠をおろそかにするとね、何もやる気起きないし、もう寝てたいし、ずっと本当にもうしんどいそう。だからなんかもう究極の痛くてあるじゃん、だからずっ、なんだ、なになんて言おうとしたっけ。そう、じゃあもし究極の二択だとするよ、もうこれはもう絶対ありえないから、本当にもうただの幻想かまなく想像だと思ってください。そう、食べれないか寝れないか、どっちを取りますかって言われたら、そう、人生でね、これのそのうちのどっちかしかダメですよ、ね、食欲と睡眠どっちを取りますかって言われたら、みんなさどっち取ります。私も断然睡眠っていう。もちろんさ、ご飯食べるのってさ、あの幸せだし、楽しいし、もちろんさお友達ともご飯行ったりもするしなるけど、私は睡眠をとるね、本当にそのレベルで最近は睡眠って大切なんだなって思い始めて、睡眠とらなかっただけでね、マジ心まで病んでくるから。なんかね、負の連鎖が止まんないの。そう、寝ない、眠い、寝ないと眠くなるでしょ。でなんか仕事にも集中できなくって、そうでミスしたりするじゃん、でまた落ち込むやん、で本でまあなんか病むじゃん、でそっからまた体調も悪くなって、マジで良くないことしか起こんないの、睡眠をおろそかにすると。もうずっとしんどいみたいな、ダメだなと思って。45分、年取ったから長い時間寝れなくなりました。なんかさ、みんなさ、今日ちょうどさバイト先の人とさその話してたんだけどさ、まあ年すごい年上で、まあマミーより年上かな、あの人がさ、いや睡眠時間こんだけでみたいな、もうなんかねこの年になるとね起きちゃうんだよって言ってて、本当にそうなるの
父さんまで、まあもちろんねその年になったことないから分かんないし、まあなんかその仕事上ね、まあなんか6時に起きたりとかして6時に目覚めちゃうとか今まであったけど、そういう風になってくもんなの、みんな目覚めちゃうのかって、ね、今ねふと思った。光は枕にこだわりはある？ない、ないです。今からでも4時くらいにとりあえず起きる。すごいね、寝たくない、寝たいよね、それ寝たいね。まあということでね、ちょっとねランキングいきますね。13位、ちょっと待ってね、13位香港の JW、 32位かぼちゃん、11位桜のお友達、30位ところてん、39位 J かねこさん、8位西さん、7位ひでまるさん、6位おいちゃんさん、5位さるきちさん、4位谷口ひろきさん、3位けんけんけんさん、2位かいさん、1位ゆつさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。エレメンツさん、ひでまるさん、けんけんけんさん、桜の友達さん、スリッパさん、ピンクカメオさん、ガシュベルさん、ジェイカネコさん、サルキチさん、谷口ひろきさん、ところてんさん、カイさん、おいちゃんさん、ニシさん、ユータさん、香港の JW さん、ナナタさん、情報技術研さん、カプちゃんです。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございますね。皆さんもね、配信終わったらゆっくり寝てください。今日も一日お疲れ様でした。本当に遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。また明日も配信できたらするので、もしよろしければ見に来ていただけると嬉しいです。本当に遅くまでありがとう。皆さんもね、本当にゆっくり寝て疲れとってください。はい、それじゃあまた次の配信で会いましょう。本当にね、私もねこのまま爆睡しそう。お風呂入らずに、いやお風呂入りたい、お風呂入ります、頑張る。はい、ということでね、本当にありがとうございました。今日も一日お疲れ様、おやすみなさい、ありがとう。明日もファイティーン、またね。